とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りマルチで、やっていきましょう。何体ぐらい出てきてくれるんでしょうか。一発目は外れか。あ、でもチェストがね、13。だから、これはかなり出てくると思います。13だったら3体は確定かな。うん、そんぐらいは出ると思うよ。行ってみよう。よし、来ました。一応狙い通りかな。狙い通り、影の衣を狙って来てるので、うまいこと出てきてくれたね。行くぞ。あ、いいな、いいな。相方影の衣出た。俺は山猫だったね。あー、羨ましい。クールダウンさえね、つけばワンチャンあるからね。まあ、次行きましょう。全然ダメだった。全然ダメだった。洞窟はあったんだけども、洞窟の中に宝箱が1個のところとかが結構あったのよ。なので、古代人は1体のみでしたね。しょぼかったなぁ。なかなかあんなことね、少ないんだけどね。結構しょぼい。いりませんね。この影のクロスボウってね、いいとは思うのよ。敵を倒すと影化するっていうのはすごくいいと思うんだけども、それならば、ダメージをあと5倍ぐらい伸ばしてほしかったな。これ破壊力全くないから、敵を倒せないんだよね。倒せさえすれば、影化するから、使いやすいと思うけど、ダイナモつけろってことか？ダイナモをつけなさいっていうことなのかな？にしてもちょっと使いにくいな。あれがね、攻撃力高くて、どんどん影化すれば、使い道はね、結構あると思うんだよね。ちょっと難しいです。おいおいおい。ノーマルばっかだ。次。お、どうだ。幸運、悪くないね。幸運がついて、雷と炎のフォーカスがついてる。使っていけるやつだね。全然使っていけるけども、いらんかな。幸運装備はもうイカの防具でいいと思ってるんで、いらないね。いや、でもこれなかなかいいやつと思うよ。まあ俺は必要ありません。いらない。あー、ラストラフ2つ出た。あ、じゃあ鍵、カマか。カマでした。はい。2周目行こうか。ここか。まあまあまあいいや。まあトゥルバドゥール出てきてくれれば嬉しいかな。あ、いや違う。ここ影のクロスボウがいいか。影のクロスボウが多分当たりかな。誕生終焉はまあちょっと使いにくいと思うんで、おそらくここでの当たりはあれかな。よっしゃー、あー、トゥルバドゥールか。違う、エンターテイナーだった。違った。そうか、今この不具合出てるんだ。ならむしろ幸運はつけない方がいいのかな、今って。幸運つけるとこうなるんだからね。ちょっとつけずに行ってみようか。2周目、残念ながらまた1体。運が悪いね、本当に。ちょっと待って、ここは幸運装備してていいよね。いや、ボス倒した時にもつけた方がいいのかな。やっぱりつけてたがいいか、やっぱりね。そうだよな。はい、次。ないね。クールダウン2。でもいらないけどね。こういう感じのやつを、イカで出してほしいんだよな。イカと、影でね。そういうの出してほしいんだけどな。これがうまいこといかないんだ。てか、ノーマル多いね。ノーマル多い。ユニー
肉が。あ、なんかくれた。ありがとう。ありがとう。なんかくれたね。あ、いや、ユニーク出らんわ。狼がユニークとかになるし。これ、幸運装備していいかどうか、悩むね。どうなんだろう、今は。まあいいや。3周目、いきます。次、ここ来ました。でも今回ね、微妙なんだよな、チェストの数。あと1体出てきてくれればいいんだけども、どうでしょうか。あれ ?4 人パーティーだよな。ちょっと1人迷子中か。来た来た。来ました来ました来ました。よし、じゃあ、行きましょうか。俺 HP 大丈夫か?まあ大丈夫ね。殴り合いで行ってみましょう。お、いけるもんだ。あ、まだ周りがいいの。え、俺できてる。あ、できてる、できてるね、できてるね。あー、やっぱりか。ノーマルのユニークが出るわ。え、幸運つけない方がいいの今は。どうなのこれ。ここか。まあまあまあいいでしょう。ないよりマシだ。3周目途中でね、落ちちゃったのよ。落ちて復帰したら、もう最初からになっちゃってね。もうどうしようもないよ。まあ仕方ない。いや、エンチャンターか。スライムじゃなくて。はい。ハイランド。おお、これはちゃんとユニーク。だね。うん。やっぱり来ててもいいのかな?この幸運は。つけててもいいんでしょう。そういうことにしとこう。わ、なんか久しぶり見たな、ここ。待つ?うん、OK?OK、OK? OK、俺も OK だよ。久しぶり見たな、ほんとに。じゃあ行きまーす。あれ?俺、いつの間にか俺。ちょっと待って。肉かなんか取ってるな。ちゃんとね、矢が増殖されるようにやってたんだけども。あー、大丈夫か。大丈夫。よし、オッケー。いい。あー、そうか、こいつはそうだった。いやそうだった。ナイスナイス。なんでその空中に出るか。しゃ、ちょっと待って、復活させるから。あれ、復活。おお、ははははは。嫌でちょくちょくやりよるね。お、ナイス。よし、スノーアーマーでしたねちょっと苦戦したな。次行きましょう。またここですか。まあまあいいや。 OK です。え、変更つけてたっけ。あ、変更はつけてないのか。じゃあ行け。あ、やっぱり見つかわんと時間かかるね。え、本体、あ、本体ここ。えらい遠くにおるね。おお、ナイス。普通のコモンが出ましたね。よしよし、あと1回ぐらい来るかな。今回ね、チェストがね、5なのよ。うん、でもまあ場所が悪かったね。エンブガンのとことか出てるんで、出るか分かんないですけど、もうちょっと行ってみましょう。それでは3周目、まあ4周目だけどね、終わりました。あんまり出なかったな。4回行ってこれぐらいか。すっごいしょぼかった気がするんですけども、最後ショップチェックしてみましょう。違う違う。いらないな。どうなんだろうね、本当に。お、ほらほら、ミステリーのユニークとかになってるでしょ。どうなんだろうかね。やっぱ幸運はつけないべきなのかな。次、はい、全部ダメ
ちょっと見てみましょうか、今日出たやつを。エンターテイナー、あ、違う。こっからだ。山猫、まあまあ、もちろんいらないね。じゃユニーク少ないね。山猫の、エンターテイナーでしょ？いらない。これユニークだわ。で、剣。いりません。スケールメイル。エンチャントは悪くないんだけどね。エンチャは悪くないよ。まあ、いりません。スノーアーマーダメ。ハイランド。うん。いいのはついてないね。はい。ということで、今日は古代狩りマルチで久しぶりに行ってみました。いまいち。いまいちだな。あははは、なるほど。そこにね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。